星さんの注目がこの8番のラーグルフ。これはまあ G1 ホープステークス同じ舞台で、なかなかこう見せ場が今日は、はい、弥生賞ディープインパクト杯というふうに GM 言ってますのでね、その辺に期待してみたいですね。大変素晴らしいメンバーが今年はお尻が痛いので今日はベッドで過ごしております。ゲートに収まって11頭体制完了、スタートしました。ドウデュースいいスタートを決めてくれました。先行争いです。やはり池添健一、リューベックが行った。ボンキスメ、石橋周も振りはしません。2番手に抑えます。そこから見えます。内からは名将ちょっと見えづらい。横山武史、大丈夫。そして武豊とドウデュースは前から4番手、5番手。その後ろから10番のアースクリフティンモアが行く。10番が本命ですか。中山競馬場、ドウデュースは前から5番手をキープ。最初のコーナーをカーブしていきます。早速戦闘ですね。17年ぶりに迎える無敗馬とのクラシックロード、さあ向正面に向かってリューベックが先手を取りました。2番手にアスクビクターモア、その後ろから6番のボンキスメイが3番手、4番手今日は逃げませんでした名将激輪、外からドウデュース、2歳王者のドウデュース、前から4番手、その後ろです5番のマテストーレオが追走、さらにはラーグル2馬身置かれました。1番のジャスティン・ロッカ、8本目川田優雅、その後ろからはインダストリア、後方2頭です。アケルナルスターがいて最後方はロジハービン、前半の 1000m の通過は61秒1、やはりゆったりとした流れになりました。1馬身ほどのリード、3番のユーベック、そしてアスクビクターもさあ仕掛けた、デムーロ仕掛けた、ロジハービンがあっという間に3番手から2番手、はいはいはい、それに食い下がるようにしてドウデュースも一気に4番手まで上がってくるか。3、4コーナー中間地点、11頭の馬群がさらに固まった。リューベック、まだペースは緩めない。ピタリとマークはアスクビクターモア、そして6番の10番がもうぴったり3番に後ろについて、ここからはインダストリア、馬込み突かれた、いつでも飛び出せそうですね。さあ抜け出せるか、急坂を登ってくる。先頭はアスクビクターモアか、あ、出てきた出てきた、お、出てきた、はい、7番も出てきたよ。生まれが来るんじゃないですか、これ。あ、来た来た来た。メダリナカオトは確実に強く、そう、お時間十分でした。メンバー唯一のディープインパクト3。今日は10番と7番が1着2着ですね。副賞と生まれ当たりじゃないですか。マクレンは分からない。2歳王者に土をつけました。アスクビクターモア、ヒロシさん、はい、ここまでこの馬は道中行きたがる素振りがあって非常に持久力も強化されてきた馬、いいレースで勝てたんではないでしょうか。そうですね、今日は積極的にポジションを取りに行って、まあちょっと 3,4 コーナーでこう外からまくってくる馬もいたりしたんですけども、今日は、はい、その辺にもこう冷静に対処できてましたしね、久しぶりに勝ちです、まあ、これで中山は3戦3勝負けなしです。まあ2歳チャンピオンを任したということで、10番7番負けて楽しみですよね。やっぱりこうディープインパクト3区は、うん、は勝ちましたね、今年もね。また来週も当たるって言います。